こちらブルックリンのコニーアイランドの様子です、まだ6月なんですが、かなり多くの人で賑わっております。皆さん結構ノリノリです。こちらはランドマークにもなっている観覧車です。至る所でパフォーマンスが行われております。こちらは有名なホットドッグ屋さん、ネイサンズ。子供向けの乗り物も多くあるんですけれども、こういった感じの、ちょっと怖めな、乗り物もありますので、大人の方にも、楽しんでいただけるかと思います。水はあんまり綺麗じゃないんですけれども、このようにビーチも多くの人で賑わっております。最後に、駅のすぐ近くにあるこの、老舗の、キャンディー屋さんの紹介です。名物はやっぱりこの、アップルキャンディー、リンゴを、キャラメルやキャンディーで、包んだものです。こちら店内の様子です。キャンディー好きにはたまらない品揃えです。コニーアイランドに来た際にはぜひ一度寄ってみてください。